夢でもない。この夢はどなたですか？なんで僕ですかって。マサレキ選手、ちょっとマイクを取っていただいて。はい。この夢は、我々はマスタリク選手の夢と伺っております。そうです。いいですね。マサレキ選手、美味しい中華が食べたい、なぜこの夢を叶えたいのでしょうか？僕、横浜の中華街に行ったことがなくて、近いんですけど行ったことなかったんで行きたいなって。そうですか。ちなみに好きな中華料理ございますか？酢豚とエビチリ。好き。美味しい中華食べたい。わかりました。その夢叶うのでしょうか？判定は叶います。ということで、今回開業60周年を迎えた後楽園飯店さんで、なんと中華食べ放題、好きなだけ中華を味わっていただきます。ただし次の出番まで、次の出番までですので、注文はこのコーナーが終わるまでとさせていただきます。時間がありません。早速後楽園飯店向かってください。スタッフがお連れします。こちらから三塁側から、さあ一刻も早く中華食べ放題です。どうぞ行ってらっしゃい。ということで、早速いきなり一人ステージから消えるという吉川選手、なかなかない展開ですよね。そうですね、去年までは絶対ありえないことです。そうなんです。